さあ始まりました、ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さあ、先週末もまた面白いボクシングの試合がいくつかありましたよね。まあ、僕の中ではミドル級の怪物ジャニベック・アリムハヌリの試合が一番衝撃的でした。まあ、英語の発音だとアリムハヌリじゃなくてアリムハナライみたいな感じで、彼もまたこの日本語のカタカナ発音ではどう呼ぶのが正解なのかよくわからないんですけど、まあ、今のところはアリムハヌリと呼んでいこうかなと。まあ、もし彼のことを知らない方がいたらぜひとも試合を見てみてください。まあ、できればこのチャンネルでもどこかで彼の紹介動画みたいなものを作れるといいんですが、まあ、ここ最近そういう選手紹介の動画とか、まあ、あとは再生数が見込めるランキング系の動画とかなかなか作れないくらい、もう次々に面白い試合が行われていて、試合前に勝敗予想動画を作って、試合が終わった後はその試合結果振り返りの動画を作っていたらね、もう僕の場合日中は普通に仕事をしていますから、こういう録音や動画の編集は業務時間が終わった後深夜に寝ないでやっているんで、ちょっとなかなかそういう紹介動画みたいなものを作れる余裕は今のところはないです。まあ、でもそのうち日本の YouTube チャンネルでも有馬ハヌリの紹介をするようなチャンネルは出てきそうですよね。さあということで、まあ、今回の放送もまた近日中に行われる楽しみな試合の勝敗予想をしていくんですが、今回話をしていくのは正真正銘の階級最強絶対王者が決まる WBA、WBC、IBF、そして WBO 世界ライト級全4団体統一戦、ジョージ・カンボソス・ジュニア対デビン・ヘイニーの一戦。さて、先日スーパーウェルター級の全4団体のタイトルをジャーメル・チャーロが統一して階級最強の絶対王者になったわけですが、今回は人気階級ライト級の絶対王者が誕生しますよ。まあ、本当にここ最近のボクシング界、こういうタイトル統一路線がどんどん進んでいて見ていて気持ちいいですよね。それこそウェルター級ではあのスペンス対クロフォード、ヘビー級でもジョシュアと牛久戦の勝者とあのタイソン・フューリーがやるかもしれないという噂も出ていて、我らがあの井上尚弥選手も未だバンタム級の4団体統一の目標を諦めていませんから、もうほんとどんどんこのままね、もう一体誰がその階級最強なのかがはっきりするような試合を実現していってもらいたいですよね。そんな中で今回はライト級の全4団体統一戦。このライト級といえば非常に歴史のある階級で世界的な選手層も厚い、とても人気の高い階級ですよね。あのワシル・ロマチェンコやタンク・デイビス、ライアン・ガルシアといったライト級の人気選手は日本のボクシングファンからの知名度も高いかと思います。でそのライト級の現在の WBA、IBF、WBO 世界3団体統一チャンピオンのジョージ・カンボソス・ジュニア、20戦20勝10 KO 無敗、未だ全勝無敗の戦績を誇るオーストラリア人ボクサーですね。まあ、彼は子供の頃はオーストラリアンフットボールというスポーツのプレイヤーを目指していて、ラグビークラブとかに入っていたそうなんですが、その少年当時体型が太っていたことを理由に学校でいじめを受けていた過去を持っています。でそんな太っていた自分から脱却するため、あるいはいじめっ子たちを見返すために11歳の頃にボクシングキャリアをスタート。まあ、真面目にやっていたら本当にボクシングほど痩せるスポーツもないですから、始めてすぐにその体型も引き締まり、それと同時にボクシングへの愛も深まっていたそうです。まあ、当時のコーチなんかのインタビュー映像も見たことがありますが、もう本当にこの子供の頃から非常に練習熱心で真面目な少年だったらしく、アマチュアボクシングでも100戦85勝の戦績を残しています。でその後2013年、19歳の頃にプロデビュー。このプロキャリアの初期は自国オーストラリアでしか戦っていなかったんですけど、デビューから5年後の2018年、プロ第14戦目からオーストラリアには敵がいなくなり、オーストラリア国外で戦い始めます。で2019年には元世界チャンピオンミッキー・ベイに敵地アメリカで勝利、さらに翌年2020年の10月にはまたも元世界チャンピオンリー・セルビーを相手取って、これまた敵地のイギリスに乗り込みます。まあ、このリー・セルビー戦もミッキー・ベイとの試合同様かなり苦しい試合にはなりましたが、
見事またもアウェーゲームで大きな勝利を挙げ、このリーセルビー戦に勝ったことで当時の世界チャンピオン、あのテオヒモロペスが持っていた IBF タイトルへの指名挑戦権を手に入れるわけですね。でここからは僕の記憶もまだ濃いんですけど、このロペス戦がね、まあほんと呪われてるんじゃないのっていうくらいに延期に延期を重ねまくったわけですよ。もともとは2021年の6月にやる予定だったのに、試合前ロペスがコロナウイルスに感染しちゃって、でその後この試合の興行権を勝ち取っていたトリラー社がいろいろやらかしたことで、やっぱり興行主が変わりますっていう風になっちゃって、まあ吸ったもんだあった中、ようやく試合ができたのが当初の予定から5ヶ月遅れた11月。まあ、この延期を重ねていた間に試合をする予定の開催地もコロコロ変わっていたんですけど、まあ、延期のおかげもあってというか、最終的な開催地がニューヨークになって、僕はこのロペス対カンボス戦の試合を見に行くことができたわけですね。まあ、僕はこのチャンネルで何度も公言しているようにティオヒモロペスのファンなんで、当初はロペス応援のつもりで現地観戦をしていたんですけど、これがまさかのまさか、まあ、さっき話したミッキーベイ戦、リーセルビー戦に続いて、またもこのカンボソスが圧倒的アウェイ開催の試合で見事なビッグアップセットを起こして、ロペスの持っていた3つのタイトルを根こそぎ奪い取っていったわけです。まあ、本当に現地観戦していた時はもうロペスの応援コールばっかでしたし、本当にこういう敵地で試合をしながら勝ち続けていくって並大抵のメンタルじゃないですよね。まあ、正直このロペス戦に勝つまでは世界的な知名度はあまりなかったんですけど、ライト級みたいな世界で活躍をしていくためには北米とかイギリスまで出て勝負をしていかないといけない階級で、実際敵地まで足を運んでちゃんと結果を残してきているこのカンボソスのキャリアは、もっと大きな評価、リスペクトの対象になってもいいんじゃないかなと思える素晴らしいものですよね。まあ、そんな2018年からオーストラリア国外で試合をし続けてきたカンボソスにとって、今回の試合は本当に大きな意味を持つもので、最後オーストラリアで試合をしたのが2017年の10月。今回はそこから実に4年半ぶりとなるオーストラリア凱旋試合、まあ、夢にまで見ていた世界チャンピオンとなってからの一発目の試合がオーストラリアメルボルンにあるマーベルスタジアム開催。まあ、子供の頃プレイヤーになる夢を見ていたオーストラリアンフットボールの会場として有名な巨大スタジアムですね。まあ、このスタジアムに試合当日は5万6000人ものお客さんが入る予定とのことです。これはカンボソスとしてはもうね、気合の入り方がえげつないでしょうし、入るお客さんの 99% はカンボソスのサポーターになるんではないかなと思います。そんな3団体統一チャンピオンジョージ・カンボソス・ジュニアと今回激突するのが、こちらもまた全勝無敗の世界チャンピオン、全4団体あるうちの唯一カンボソスが持っていないタイトル WBC の世界ライト級チャンピオン、デビン・ヘイニーですね。まあ、カンボソスは WBC のフランチャイズタイトルというものを持っているんですけど、ようやく正規の WBC タイトルホルダーヘイニーとフランチャイズタイトルホルダーのカンボソスがやってくれること、非常に嬉しく思っています。さあこのヘイニー、彼も非常に強い選手ですよね。まあ、知名度もすごく高い選手なんで、このチャンネルの視聴者であれば知っている方がほとんどでしょうけど、未だ23歳と若いながら激戦区ライト級の世界王座を保持しており、現在の戦績は27戦27勝15 KO 無敗。まあ、の有名なボクシング雑誌リング誌が発表している階級別ランキングでは、このライト級のリングマガジンチャンピオンはカンボソスで、そのすぐ下1位にランクされているのが前回このカンボソスに負けたティオヒモロペスで、その下の2位がそのロペスに負けたロマチェンコ。ヘイニーはそのロマチェンコの次、第3位にランクしている選手です。まあ、今は世界タイトルを持っていながらロペスとロマチェンコというタイトルを持っていない選手たちの下に甘んじていますけど、まあ、今回のこの試合、全4団体のベルトに加えてこのリングマガジンベルトもかけられているんで、結果次第ではヘイニーが一気に階級最強の称号を手に入れることに成功することになりますね。このヘイニーは7歳でボクシングを始め、
アマチュアボクシング戦績は146戦138勝8敗。もう何度もアメリカのナショナルチャンピオンシップで優勝しているアマチュアボクシングエリートですね。このアマチュア時代から今なおプロの舞台でもしのぎを削り合っているライアン・ガルシアのライバルとしても知られています。で、プロデビューは2015年17歳の頃、まあ、アメリカではプロボクサーになれる最低年齢が18歳なんで、このキャリアの初期はメキシコで戦っていたんですよね。で、その後2017年から18歳になった後は基本はずっと地元アメリカで試合をしてきていて、2019年の9月にザウル・アブドゥラエフに勝利して WBC の暫定王座を獲得。この時の WBC の正規チャンピオンはあのロマチェンコだったんですけど、さっきもちょろっと触れた謎タイトルのフランチャイズ王座っていうのを WBC が作っちゃって、ロマチェンコが正規チャンピオンからフランチャイズチャンピオンに変わったことで、暫定タイトルを持っていたヘイニーがロマチェンコと戦わずして正規チャンピオンに繰り上がるわけですね。これはこのチャンネルでも何度も言ってきていますが、こういったタイトル乱立に関してはボクサーの責任は何もありません。なんでこのヘイニーの正規タイトル獲得の流れに関して、ヘイニー自身は本当何も悪くないし、彼のことを悪く言うっていうのは完全にお門違いなんですが、実際チャンピオンと試合をして勝ったわけではないのも事実。 WBC から E メールでチャンピオン昇格の連絡をもらったやつだろみたいな皮肉を込めて、彼のことを E メールチャンピオンなんていう風に呼ぶ人もいますよね。この WBC のせいで当時ロマチェンコに勝っていたロペスが4団体統一の絶対チャンピオンとは正式には見なされていないっていう不幸も生まれてしまうんですけど、この話はこのくらいにして、ヘイニーは正規チャンピオンになった後、ユリオルキス・ガンボア、ホルヘ・リナレス、ジョセフ・ディアスと元世界チャンピオンたちを相手に連戦連勝。この頃からヘイニーはずっとロマチェンコとやりたいとか、ティオヒモ・ロペスとやりたいとか、もう本当にビッグマッチを望む声を上げ続けていたんですけど、ようやく今回ライト級最強の称号を手に入れるチャンスをつかんだわけです。もうヘイニーからすれば本当待ちに待ったチャンスだし、カンボソスと同じく非常に気合が入っているとは思うんですが、さっき話した 4,5 年ぶりに地元凱旋するカンボソスとは対照的に、ヘイニーの場合2017年の4月にメキシコで試合をして以来、もう5年以上ぶりのアウェーゲームになりますし、すごくヘイニーにとっては厳しい試合になるんじゃないかなと。アメリカとオーストラリアですから時差もまるっきり逆だし、そういうコンディショニングに影響する時差っていうのもヘイニーにとっては不安材料ですよね。で、しかもそれに加えてですよ、なんと今回ヘイニーのメイントレーナーでもあるお父さんのビル・ヘイニーがオーストラリアに来れないというさらなる逆境にも見舞われています。このヘイニーのお父さんって今から30年前1992年に薬物関連の犯罪で有罪判決を受けた過去があって、そのクリミナルレコードがオーストラリア入国に必要なビザ取得のレギュレーションに引っかかっちゃったわけですね。これはね、もう本当に相当不利というか、そもそも仲間が少ない場所に戦いに行くのに一番信頼を置いている人が隣にいてくれないってね、いやーちょっとかわいそうですよ。これは僕の意見ですけど、30年経てば人は変わりますし、今のヘイニーのお父さんって本当にいろんな人からリスペクトを受けている、なんか喋っている姿とかを見ていてもすごく人格者だなっていう感じがする方で、ちょっとね、もちろんオーストラリアにとっては自分の国の平和を守るためのルールなんで、もう仕方ないこととしか言えないんですけど、これはちょっと本当同情してしまいますよ。なんせカンボソス陣営もさすがにそれはかわいそうじゃないかということで、カンボソス本人が自分の知り合いの政府関係者とかに連絡を取ってどうにかならないかと頼み込んだというふうな記事も出ていましたよね。いろんなトライはしてみたものの、結局お父さんは今のところは来られないということなんですが、それだけじゃないんですよ。なんとさらにですよ、もう一人のヘイニーのトレーナーであるベン・デイビソン、
あのタイソン・フューリーとかジョシュ・テイラーのトレーナーとしても知られている名トレーナーですが、このベン・デイビソンも今回オーストラリアに来てくれないんですよ。まあ、デイビソンが来れない理由に関してはちょっと情報が出ていなかったんで具体的なことはわからないんですけど、まあいろんな事情があるんでしょうね。いやしかしね、これだけのキャリア最大の大一番において自分のメイントレーナーが二人とも来れないって本当にそうそうあることじゃないですよ。これは個人競技のボクシングではありますが、いろんなボクサーのインタビューなんかを見ていると、レベルの高いステージで戦う選手ほどこのチームの大切さっていうものを語っていることが多いんでね、もう一番の理解者がいないっていう状況は多大なる影響があるんじゃないかなと。もうカンボソスからしても、もし勝った時にそういう状況をエクスキューズにして勝利の価値を下げられてしまいそうで、もうある意味二人ともかわいそうですよね。まあしかしヘイニーのこの状況っていうのは、試合会場は母国とは真逆の地球の裏側で、5万人以上の観客のほとんどは相手選手の応援、その上いつも練習を見てくれているメイントレーナーコーチはいない、それが4団体制以降初となるライト級の全団体統一戦ですよ。もう23歳っていう若さでこのシチュエーションは過酷すぎますよ。まあ、お父さんやベン・デイビソンの代わりに、あのザブ・ジュダーのお父さんでありボクシングトレーナーのヨエル・ジュダーがセコンドについてくれる予定なんですけど、まあ、まだ試合まで時間はありますから、まあ、今から何か奇跡が起きてビル・ヘイニーへのビザが降りることを祈っていようと思います。まあ、とにかくヘイニー陣営はしんどい状況ですよね。昔パッキャオがジェフ・ホーンとやった時がオーストラリア開催だったんですけど、この試合パッキャオが判定で負けていて、結構その判定がジェフ・ホーン・ビーキの地元判定だったんじゃないかみたいな声もあるんで、このオーストラリアは割とそういう地元判定が起こりやすい場所っていう風に思ってる人も多いですよね。そもそもオーディエンスのほとんどはカンボソスの応援でしょうから、それに応じた歓声の大きさの違いとかね、もろもろの会場の雰囲気から内容の競ったスイングラウンドがカンボソスの方に流れていくみたいなことは全然ありえるだろうし、もうこれもね、ポイントアウトをして勝つことの多いヘイニーとしてはほんと辛い状況でしかない。で、まあボクシングスタイルとしてはヘイニーの方は長いレンジを生かした間合いの遠いディフェンシブなアウトボクサーで、カンボソスの方はハンドスピードの非常に速いカウンターパンチャーで、距離はヘイニーと比べれば全然長くないんですけど、その分コンパクトに打てる左フックのカウンター、あとはあのロペス戦で見せた初回にロペスからダウンを奪った右オーバーのカウンター、この辺のカウンターパンチのタイミングは素晴らしいものを持っていますよね。まあヘイニーのあのロングジャブっていうのは素晴らしい武器なんで、おそらく今回の試合もヘイニーの方は基本的には遠い距離からペースを取りに来ようとすると思うんですけど、まあ、ヘイニーはちょっと体が硬い印象があって、距離が詰まった時のボディーワークにぎこちなさを覚えることもあるんですよね。なんか体が硬いというか小回りがあまり効かなくて、相手のパンチが当たる危ない距離にとどまりすぎちゃうことも結構多い印象なんで、そういう近い距離での勝負になるとハンドスピードや小回りに勝っているカンボソソのパンチの方が結構当たっちゃうような気がしています。左フックとか特にですよね。まあ、ヘイニーの入り際とか距離が詰まった時にパンチが交錯する瞬間、このカンボソスのカウンターショットが思ったよりも当たる展開になってくると、ヘイニーは中に入ることに対してどんどん消極的になっていく可能性もあって、そうなってしまうとジャッジへの印象があまり良くないですし、それこそポイントはカンボソスに流れていっちゃう展開もあるのかなと。まあ、あのロペスのパワーや圧力に耐え切ったカンボソスですから、今回の試合でヘイニーがカンボソスを倒すっていうイメージは湧かないし、逆にあれだけ長いレンジからコンスタントにジャブを打てるディフェンシブなスタイルのヘイニーが倒されるっていう絵もあんまり想像つかないんで、まあ、今回は判定決着の可能性の方が高い気がしますよね。
まあ、最近知名度を上げたカンボソソの実力に関してはまだかなり懐疑的に見ている人も多くて、実力の面ではヘイニーの方が上と見られているマッチアップな気はしますが、まあ、今話してきたような状況を考慮するとこれは本当 50-50 どころか僕の中ではカンボソソの方が有利なんじゃないかなと思ってしまいます。そんな試合の今回の僕の個人的な勝敗予想ですが、今回は12ラウンド勝者から中佐判定でジョージ・カンボソソジュニアの勝利としておこうと思います。まあ、ブックメーカーが出しているオッズなんかではヘイニー有利の数字が出ているはずだし、本当どちらにも勝てるチャンスが等しくあるマッチアップではあるんですが、やはりねこの開催地とかチームの状況なんかを見た時にもうヘイニーが不利な状況ばっかりが目につくんですよ。なんでヘイニーがいつものようにロングのジャブを上下に散らしてアウトボクシング中心に試合をコントロールしようと試みるも、5万6000人の大声援に後押しされたカンボソスが要所要所でカウンターを取ったり、あとは自分から距離を詰めて力強いコンビネーションを集めに行く。まあ、ただ最後の最後まであのヘイニーのディフェンステクニックを完全に崩しきることはできず、最終的には積極性や構成点を評価されたカンボソスにポイントが流れていくみたいなイメージですかね。まあ、もし KO があるとしたらそれこそ距離が詰まった時に、まあ、ヘイニーの左フックなんかに合わせたカンボソスの左フックカウンターが直撃するっていうパターンですかね。まあ、試合のキーになるのはヘイニーのジャブと前後のステップを駆使したレンジコントロールスキル、そしてカンボソスのハンドスピード、そのハンドスピードを生かしたカウンタースキル、あとは積極性なんかですかね。まあ今回はね本当に状況的に非常に苦しいであろう若きヘイニーの方を応援しながら試合を見ようと思っていますが、まあこれでヘイニー勝ったら本当にすごいと思いますし、23歳の若者がこういう苦しい状況全部に打ち勝って4本全てのベルトを巻いている姿を見てみたいなと思っています。あとこの試合と同日にあの日本人世界チャンピオン小川健一選手がこれまたヘイニーと同じく敵地でイギリス人ファイターのジョー・コルディナと試合をしますけど、正直僕は小川選手が中盤から後半 KO で完勝してくれるんじゃないかなと思っています。まあ、カンボソスとヘイニーの試合、そして小川選手とコルディナの試合、どちらも楽しんでいきましょうね。さあということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていこうと思いますが、ぜひとも皆様それぞれの勝敗予想や展開予想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければインスタグラム、あとは最近新たに開設したツイッターのフォロー、チャンネル登録やいいねボタン、スーパーサンクスもしていただけると嬉しく思います。ではまた次回の放送でお会いしましょう。